皆さんこんにちは、分別くんです。この動画では僕から出題するクイズに答えて印西市の今のゴミに関する状況を知ってもらえればと思います。早速第1問。皆さんのお家から出る燃やすゴミのうち一番多く出されているのはどんなゴミでしょうか？正解は生ゴミです。ほとんど毎日出るゴミなのでやっぱりゴミの量も多くなっています。ちなみに第2位は紙ゴミです。続いて第2問。生ゴミがお家から出る燃やすゴミの中で一番多いということですが、その燃やすゴミの中で何パーセントぐらいが生ゴミでしょうか？正解はおよそ 40% です。つまり生ゴミを減らすことがゴミの減量にはすごく大切ということが言えると思います。生ゴミを減らすには食べ残しや食品の買いすぎなどの食品ロスを減らすこと、市の YouTube でも食品ロスについて紹介している動画があるのでぜひ見てください。また生ごみに多く含まれている水分を減らすために水切りをすることもとても効果的です。生ごみ処理器やコンポストを使った方法のほかに、捨てる前に生ごみを絞るだけでも効果があるのでぜひやってみてください。また水分が多いとゴミを燃やすときに時間がかかってしまいます。水切りをすることでゴミを燃やすときの二酸化炭素排出量を減らすことにもつながります。生ゴミについてもう一問。食品ロスについての問題です。食品ロスは食べることができるにもかかわらず捨てられてしまっている食品のことなのですが、僕たちは一人一日どれくらいの食品ロスを出しているでしょうか？正解は一人一日あたりおよそ114g。だいたいお茶碗一杯分ぐらいの量になります。食品ロス削減への関心は年々高まっていて、食品ロスの量もだんだん減ってきていますが、まだそれだけの量の食品ロスが発生しています。お家から出る食品ロスを減らすためには、食べきれる分だけ作る、作りすぎない、消費期限を考えて無駄のない買い物をする、そのために冷蔵庫の中身を把握しておくなどの取り組みがあります。外食の時も頼みすぎないように注意しましょう。次は紙ごみに関する問題です。第1問の時にお家から出る燃やすゴミの第2位として紹介しました。第1位の生ゴミが燃やすゴミのうちおよそ 40%、 第2位の紙ゴミはおよそ 38% になります。生ゴミと紙ゴミでおよそ 80% を占めていることになります。雑誌や段ボールなどリサイクル可能な紙ゴミは資源物に分別されますが、燃やすゴミとして出されたものの中にはリサイクル可能なものも混ざっています。
それはどのくらいあるのでしょうか。燃やすゴミとして出された紙ゴミの中の何パーセントかで考えてみてください。正解は、燃やすゴミとして出された紙ゴミのうちおよそ 25% になります。包装紙や菓子箱などの雑紙も資源物になります。捨てる前にリサイクルできるかどうか確認してみてください。これはリサイクルできるかなと考えることがゴミの減量化の第一歩です。ゴミを減らすためには皆さん一人一人のゴミを減らそうという意識や行動がとても大切です。身近なところから、できるところから、資源物の分別にご協力ください。それではここからはゴミの出し方からの出題です。意外とあれ？と思う問題もあるかもしれません。まずは分別について。印材紙の場合はゴミを4分類に分けて出していただいていますが、それぞれお答えください。資源物は含まれないので注意してください。正解は、燃やすゴミ、燃やさないゴミ、有害ゴミ、粗大ゴミの4分類になります。有害ゴミが普段あまり出るゴミではないので難しかったかもしれません。次はゴミの収集日についての問題です。各ゴミの収集日は地区ごとに決まっていますが、収集日が祝日の場合は収集されるでしょうか。丸×でお答えください。正解は丸、収集されるです。祝日もゴミの収集を行っていますのでご安心ください。ですがここで注意です。年末年始はゴミの収集が行われません。年内最後の収集日や年明け最初の収集日は市の広報やホームページなどでお知らせしますので、そちらで確認をお願いします。いよいよ最後の問題です。燃やすゴミ、燃やさないゴミを捨てるため、指定ゴミ袋にゴミを入れようとしたところ、ゴミが大きくて袋に入りませんでした。このような場合はどうすればいいでしょうか。正解は、粗大ゴミとして出すになります。粗大ゴミの収集の場合はあらかじめ粗大ゴミ収集事務所にお申し込みいただき、指示に従ってゴミを出してください。もし分解するなどにより指定ゴミ袋に入る場合には、いつも通りそれぞれの収集日に出すことができますので、そちらもご利用ください。どうでしたか。今まで知らなかったこともあったかもしれません。これから普段のゴミ出しの時にこの動画の内容を思い出していただいて、ゴミの分別や減量化に取り組んでいただければと思います。